はいどうも皆さん、晩御飯にちは。どうも緑あいすげです。ということで本日も白夜極光を実況プレイしていきたいと思います。はい、初めてちゃんと言えたねそれはさておき、本日はですね、はい、イベント反逆の終局最後のボスが来ておりますので、そのボスさんを撃退していきたいと思います。はい、まあ相変わらずですね、まあ、レベルがもうギリギリ、はい、変にいじると勝てない状況でございます。まあとりあえず見ていきましょう。こちら、はい、ということでラスボスが来ております。見ていきましょう。作望のクイーンということで、ここは幻の領域の延長であり、キャロラインがかけた最後の呪いだ。行く手に立ちはだかる敵を倒さなければ前に進めないということで来ております。クイーンキャロラインボス、体型1マス移動範囲なし、属性火ってことなんで、敵さんは全部火で来るみたいですね。で、まあこのクイーンキャロラインっていうのは、このイベントの、なんだろう、イベントのそのボスの手前のダンジョンとかで出てくる敵なんですけど、まあそれがなんかボスになってる感じかな。うん。まあ、とりあえず、その他には悪魔のビショップ、逆のナイト、靴のローク、ってことで火タイプのザコモンスターももりもり出てくるって感じですね。まあどれぐらい出てくるのか気になりますけど、まあなんかザコモンスターの詰め合わせみたいな感じなんで、まあ多分このボス自体、作望のクイーン、違う、なんだっけ、クイーンキャロライン以外はまあ弱いけど、まあこいつはものすごく硬いんでしょうね。まあ相変わらず状態異常攻撃は多分効かないと思いますんで、まあ、とりあえずこのパーティーでいきたいと思います。はい。まあその前に難易度なんですけど、まあとりあえず何も触らずにいきましょう。まず覚醒にレベル1。水タイプはね、いないので。これでいこう。はい。ということで、本日のパーティーはこちらでございます。バイス、ゾーヤ。ミセス・ブラン、シャーリー、クロエですね。で、ちょっとこのクロエがね、今回ポイントになってくるかなと思います。どういうキャラかと言いますと、はい、クロエさんなのですが、能動技が面白くて、発動すると戦場にある水属性のマス1つにつき、クロエの攻撃力の 0.5% に相当する攻撃力バフを出撃メンバーに付与する。2ターン持続ってことなんで、盤面を水で制圧した時にこれを発動すると、味方メンバーがものすごい攻撃力になっちゃうよっていう、そこまで上がらないとは思いますが、まあ火力アップのバフをしてくれるというキャラクターでございます。まあ、そんなもんかな。まああとは装備技で近づくと敵の攻撃力をちょっと下げますよってのもありますと。はい、ということで本日はこれでやっていきたいかなと思います。なんかね、サポートってあるんだね。知らなかった。うん。まあなしでやっていこう。もうずっとそれでやってるんで、じゃあこのパーティーでいきます。レッツラゴー。さあってことで4回目ぐらいいきましょう。いやー強いですね。なかなかお強いですね。とりあえずこのクイーンの攻撃ラインに入らなければなんとかなりますんで、とりあえず歩いていきましょうと。OK。うん、大丈夫。弾かれない。よし。どんどんね、ボスに攻撃していかないと、ターンが足りなくなっちゃいますんで、お、入るね。で、大事なのが、どこで止まるかっすね。ボスのダメージ本当にえぐいんで、それだけ気をつけないといけないから、上の方止まればいいか。あ、でもちょっと待ってよ、バフかけたいから一旦ここはステイで。いいね。おっと、オッケー、飽きましたね。さてと、さあ、ハープ協奏曲。
これでかなり攻撃力上がるはず。で、終着地点はこのボスのなんだろうね、上の方だね、左上の方で終着すれば大丈夫と。ちょっと意味ないから敵切って、よし、これでいこう。曲を発動しつつ、なおかつボスにもダメージを与えていく。絶対に見失わない。どうだ？お役に立てばいいけど。あうよ、去りなさい。よし、雑魚敵排除。さてと、ここでボスを攻撃しつつ、斜めで入っちゃうんだよね。だからこうしようか。こうすればボスの範囲には入らない、なおかつ攻撃ができる。はい、はーい、あぶねえ。よし、一旦回復入れておこう。さてと、赤踏めばもういいんだけど、いやでも緑は全部入るか、しょうがないね。ここはちょっと赤でこれでいこう。 OKOKOK、 準備 OK。 あと11ターンでもこいつはもう倒せるんで、どこが着地か、そこか。これで倒せれば OK。 こいつは攻撃できないと。よし、あとはお前だけだぞ。ボスくん火力アップ。残り10ターンでしょ、いける。これは勝てますね。さあがっつりとやらせてもらいましょうかね。でも一応離れて、こいつのダメージね本当に痛いんですよね。まあ攻撃できなくなるのはミセスブランだけだと思うんで、まあまあ大丈夫でしょう。いざー、よし、で極光タイムで火を消していきたいから、よし、これで攻撃されない。まあ正直攻撃されてももう大丈夫なんですけどね。あえて避けていく。避けれるのなら避けた方がいい。指定エネルギー満タン。今こそ私の力が必要。回復。さあ残り8ターン。赤踏んでそこで着地もいいけど、次でミセスブランの能力発動できるのでここでやります。水変わります。あ、ここいいかも。よし、次は何を奏でましょうか。でブラン発動で緑が青に変わる。OK。で、ここちょっと勝負かけましょう。倒しに行きます。ラストターン。俺のターン。
よし、殴りに行こうか。はいはいはい、終わらせるぞ。どんどこどんどんどん、バッシュ、よし勝ったラスボス討伐。難易度は全く触ってない。はい、ということで、まあ、なんとか倒しましたけど、なんだろうね、とりあえず敵のボスの攻撃範囲にさえ入らなければダメージ食らわずに倒せるかな。でもハードにすると多分すげえの火力が足りなくて倒せないような気もするけど、どうだろうね。いけそうな気はするけど、今回やめとこう。はい、もうノーマルで4回ぐらい挑戦してるんだね。うん、ハードでは何回挑戦することになるか。ということで、ご視聴ありがとうございました。また何かしらねありましたら動画にしていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。さらば。